発信チフスは、リケッチアプロエジーキーの感染を原因とする、細菌感染症。感染症法における4類感染症である。リケッチアの一種であるリケッチアプラウエジーキーの、感染を原因とする。コロモジラミ、または頭ジラミにより媒介される。自然感染したムササビが発見されたため、人獣共通感染症の可能性が指摘されている。人口密集地域。 不衛生な地域に見られ、衣服につく白身やダニが媒介することから、陶器、または寒冷地で流行が見られる。特に戦争、飢饉、牢獄、収容者などに後発し、戦争熱、飢饉熱の別称がある。例えば、1812年のナポレオンのロシア遠征などである。第一次世界大戦のロシアでは3000万人が、罹患し、10%が死亡した。 またナチスドイツのユダヤ人強制収容所でも発生し、大きな被害を出したが、これには、アウシュビッツをはじめとするユダヤ人収容所が存在したポーランドが、歴史的に発信地スの発生を繰り返してきた土地であった、ことにも注目する必要がある。アンネの日記のアンネ・フランクも、アウシュビッツ第二収容所からベルゲンベルゼン、強制収容所に移送された後、 発信地フスによって死亡したとされているほか、独祖戦でも両軍に多数の死者を出している。日本では第二次世界大戦中から戦後にかけて流行したが、1955年以降報告されていない。20世紀初頭にはそのほか、世界各地でも見られたが、現在ではアフリカ、南アメリカの高地といった寒冷地を中心に発生する。潜伏期は1から2週間。 発熱、頭痛、おかん、手足の頭痛などで突発し、高熱、全身に広がる発疹が特徴的症状である。皮疹は体幹の半常の後半や急進から始まり次第に手足に広がってゆく。主症、足跡を犯さないとされる。重症例では、天井出血様になる。頭痛、精神錯乱などの脳症状が強いのも特徴である。 死死率は年齢により異なり、20歳まででは5%以下であるのに対して、加齢に伴い増加し、60歳以上では100%近くなる。発疹チフスの初感染から回復した人に発生する再発型リケッチア症があり、これはブリル病と呼ばれる。寒点培地に代表される培地を用いた培養は成功しない。培養細胞を用いた リケッチやプロエジーキーの増殖、培養は設備があれば容易である。結成学的には蛍光抗体法などによって診断され、スタンダードである。また遺伝子工学的にはポリメラーゼ連鎖反応によって診断可能であり、感度、得意度、診断までのスピードのどれをとっても最も優れているが、コンタミネーションに気をつける必要がある。世界的に見ると、 本省の流行地においては、このような高価な最先端の方法は行いづらいという問題がある。感受性のある抗生物質が有効である。予防は衣服や寝具なども含め体を清潔にし、白らみを少なくすることが有効である。ありがとうございます。